浜松救難隊は、航空自衛隊、航空総隊航空救難団霊下の航空救難部隊。静岡県浜松基地に所在し、捜索救難機に U-125A、救難ヘリコプターに UH-60J を運用する。浜松救難隊の U-125A 浜松救難隊の前身は、1959年5月15日に、 小牧基地で編成された小牧急難文献隊に小牧急難隊へ改編で1971年3月1日に浜松基地へ移動後に浜松急難隊へ改編された。舞台マークは富士山をモチーフとしたデザインになっている。2017年10月17日に浜松急難隊所属の UH-60J が飛行訓練のため 浜松基地を離陸後、浜松基地沖の洋上に墜落し、乗員4名のうち3名が死亡、1名が行方不明となった。航空自衛隊の UH-60J としては2回目、近代化型の UH-60J としては初の墜落事故となった。10月17日に UH-60J 救難ヘリコプターは飛行訓練のため17時51分頃に、 浜松基地を離陸した。事故機には、機長の A3 等空佐、操縦士の B3 等空佐、機場整備員の C2 等空佐、Q9 員の D3 等空佐の、計4名が搭乗していた。17時57分頃に、浜松基地との最終更新後、18時2分に、レーダー鉱石から消失。18時39分頃から、 U-125A 捜索救難機及び UH-60J 救難ヘリコプターによる捜索を開始し、事故機の部品類と見られる燃料タンク、ストレッチャー、浮き船、メインタイヤ二輪、左右キャビンドア、テールローダー、ヘルメット三個、吊り上げ用服、左のみの航空靴、外装タンク、プローブを発見した。十一月十六日十六時十二分に、 浜松基地の南約 31km 付近で、事故機の機体底部及び機体後部を要収し、フライトデータレコーダーを回収。11月29日9時50分頃に、カメラ付き無人探査機での海中捜索で、海底に搭乗員1名を発見し、12月3日13時に収容。12月4日にもう1名を発見し、収容。 12月7日にさらに1名を発見し、12月10日に収容した。12月13日に残る搭乗員1名と機体の捜索を断念し、捜索活動の終了が発表された。ありがとうございます。